いや、こんばん。ファック。ファック。こんばんは。こんばんは。松田さん、天使。こんばんは。松田さん、こんばんは。こんばんは。いや、今日ここわざわざ本当にイザナを開けていただいて、はい、ありがとう。何するんですか今日。イザナを開けていただいてありがとうございます。本当に100回って言うから、 100回ってあれですよね。はい、ヒアリで言ったらえらいことですよ。えらいことですか。1回ヒアリが出たって言ったらえらいことですよ。ヒアリが100回はちょっと、それちょっと危険ですよ、そりゃ。危険ですよ、ヒヤリ100回は。もうこれヒヤリですよね。これはちょっと、これ無理やりヒヤリですか。違うんですか。違うと思いますよ。あ、そうですか。これなんで書いてあるかちょっとよくわからないですけど。この T シャツは。これ誰か読めないですか、これ。これ、ちょっと誰か。ヒヤリヒヤリヒヤリですか、うん。ごめんなさいね、もう、ここの皆さんは、もう、ご迷惑かけちゃって。10人ぐらい大人いますけど、誰も読めない T シャツ着てるの。斉藤さん教えてくれたじゃないですか。え、斉藤さんも。え、ボンボールですか。フィリピンボンボール。ここはフィリピンボンボールって書いてあるんです。ボンボール、ボーリング、ボホール、どういうことですか。ボホールか。ボホールかルピーチャーさん、ありがとうございます。ボホールここかもわからん T シャツあるんですか。これ有名、有名なの。これ実は、そうなんです、まああんまり言えないです。家の人からのお土産で。悲しい話。そうなんですよ、そうなんですよ。家の人がね、どっかの飲み屋でね、ちょっともらってきたやつだと思うんですよ。そうですよ。でも似合ってます。ありがとうございます。いやー、まず本当にイザナをね、今日本当は定休日ということでね、火曜日でイザナを開けてくれただけですごいありがとうございます。ありがたいですよ。すごくありがとうございます。めっちゃ噛んでますよ。いや、めっちゃ盛り上げないです。面白いです。大丈夫ですか。大丈夫ですよ。いや、こちらこそ、あのいつもね、皆さん来ていただいてる方とかもね、本当に、ね、ありがとうございます。ありがたいですよ、来てくれるだけでも。本当にありがとうございます。はい、じゃあもうファックということでね。ファックということでね、他の方も出たい方いますんで、出たい方いらっしゃいましたら、ちょっとぜひお声掛けしてくれれば。誰かいないですか。誰かいない。あ、ちょっとコメントしてくれたんですけど、見逃しちゃって。面白い。ですよね。マネージャーが。マネージャー大丈夫ですか。マネージャーも事務職。マネージャーが事務職ですよ。ねえ。じゃあ僕らでずっとやりますか。僕らで。ね。なんか塾長も出てくる。これから月1回このお店でライブしてほしい。それはちょっとなかなか難しい話ですよ。僕らもいいですよ。帰りなさいよ。僕らもそれはね、天使が言ってます。天使がね、ちょっとそれはちょっと迷惑な話になっちゃいます。悪魔って言われても天使って言われたの初めてだわ。悪魔って言われても天使って言われたの初めてと言ってました。はい、遠いんでしたけど、いや遠いですよ。すごい、 Windows 98からコメント来てますよ。ありがとうございます。もうすごい。噛むんだったら牛タンを噛みましょう。じゃあ牛タンちょっと噛みましょう。ブシさん、鶴香さんあんま食べないからね。朝食、俺一番最初会った時も牛タン食べ行ったんですよ、あの浜松の。そう、それでね、そう、ありがとうございます。そうなんです、一番初めね。そう、あのめっちゃうまいラーメン屋あるとか連れてってもらったら、あの定休日で開かなかったっていうね。ありましたね。ありましたね、そう、うん、なんか美味しいです。なんか美味しい。うん、文人さんとかもここで食べたけどさ、ね、うん、聞いてます。はい、聞いてますよ。あ、ごめんなさい。あのさ、今さっき来たんですけど、原田くんっていう子がいて、あん、あの、初めまして。あの子ちょっと皆さん初めてだと思うんで、うん、です。はい。いい。で、出してもらう。ニトルさん来られないですか。今日は来られないんですよ、ニトルさん。書いてないですよ、それコメント。どこに書いてない。いや、さっき、まあ。